情けないな。2年連続で優勝したチームやのに。9月3日のヤクルト戦で近本選手がデッドボールを受けた時にはとんでもない怒号が飛び交った神宮球場。7月のリプレイ映像を見ているようだっただけに、岡田監督も怒りをあらわにしていましたよね。そんな近本選手を見て脳裏をよぎったのは、怪我で選手生命を絶たれた阪神の選手たち。過去を振り返ると、怪我によって野球人生に終止符を打たれた選手が何人もいました。どのような選手たちが思いもよらぬ形でユニフォームを脱いできたのでしょうか。今回は独断と偏見で選んだ怪我で選手生命を絶たれた阪神の選手を3名紹介します。当時を思い出しながら最後までご覧ください。赤星憲広。とんでもない俊足を武器にグラウンドを縦横無尽に駆け回った赤星選手。メジャーの選手からスーツケースに入れて連れて帰りたいと絶賛されるなど、赤い彗星の異名にふさわしい選手でしたよね。そんな赤星選手も怪我で選手生命を絶たれた選手の一人。最後のワンプレーは自らの命を懸けたダイビングキャッチになりました。2000年のドラフト4位で阪神に入団した赤星選手。入団会見で新庄さんの穴は僕が埋めますと宣言した時は大きな話題になりましたよね。緊張のあまり出てしまった言葉のようですが、シーズンに入るととんでもない活躍を見せました。打撃の非力さは否めなかったものの、走塁テクニックはすでに超一流。正直プロでもこんなもんかと思ったと次々に塁を奪い取りました。課題の打撃についても野村監督の近くに座って一流のノウハウを吸収。打球が飛ばせるのは天性だけど、確率を上げることは練習でなんとかなるとアドバイスを受け、打撃でも大きな成長を見せました。最終的に打率2割9分2厘39盗塁で盗塁王と新人王を獲得。暗黒時代に突如現れた赤い彗星の人気ぶりは凄まじかったですよね。僕にとって盗塁は勇気の証と語る赤星選手は、ルーキーイヤーから5年連続で盗塁王を獲得。2003年にリーグ優勝を果たした時には、我々が目指す野球は赤星なしでは考えられなかったと首脳陣からも称賛されました。目まぐるしく監督が変わっても赤星選手の存在感は変わることなく、2度のリーグ優勝に貢献。まさに黄金時代の象徴になりましたが、2006年あたりから体に異変が生じ始めます。左首から左腕にかけてしびれや痛みを感じ、5時間以上の睡眠を取れた記憶がないという毎日。病院での診断結果は頸椎椎間板ヘルニアでした。それでも強行出場を続けましたが、ダイビングキャッチを試みた際に首を強打してついにドクターストップ。ヘルニアによる脊髄損傷の診断を受け、3週間の欠場を余儀なくされました。医師から告げられたのは、次に同じことが起こった場合、今よりもひどい状態になる可能性が高い、このままだと車椅子で生活しなければならなくなるということ。どうせ大げさに言っているんだろう。赤星選手はそのように感じたそうですが、首の状態は予想以上にひどいものでした。牽制球で帰塁するたびに首には電気が走るような激痛、思うようなリードが取れなくなり、8月後半から32試合で盗塁ゼロという異常事態になりました。藁にもすがる思いで医師を尋ねると、筋肉で首を守ればヘルニアの症状も緩和されるとアドバイス。オフには首の強化に取り組み、アメフト選手みたいだと医師が驚くほどの肉体改造に成功しました。トレーニングが功を奏したのか、2008年は全試合に出場。赤星選手も満足のいくシーズンだったと振り返りましたが、爆弾は爆発間近でした。2009年は再びヘルニアに苦しみ、痛み止めが手放せない毎日。満身創痍の状態で出場を続けたものの、9月12日の横浜戦で選手生命が絶たれるワンプレーが飛び出しました。右中間の打球に対して取れると思った赤星選手は本能的にダイビングキャッチ。あと一歩届かず打球は点々と転がりましたが、赤星選手は全く動けなくなりました。このまま戻らないと思ったと振り返るほどのしびれで手足が動かない状態。球場が悲鳴に包まれる中、赤星選手はトレーナーに背負われて退場しました。医師からは、今度やってしまったら不随になる可能性もある、最悪命に関わるかもしれないと最後通告。その後も治療法を模索しましたが、 100% のプレーができないならプロとして身を引くべきだと引退を決断しました。引退会見では、今でもあのシーンは夢に何回も出てくる、正直僕は後悔していない、でももう少し右中間にいれば取れたことについては後悔している
と赤星選手らしいコメントを残しています。球界屈指のスピードスターはわずか9年で現役を引退。それでも通算381盗塁は今も阪神の球団記録として三千と輝いています。2023年には臨時コーチとして11年ぶりに阪神のキャンプに参加、近い将来指導者として戻ってきてくれることをファンは待ち望んでいます。金本智明、俺とお前は一緒に歩むことになっている。星野監督からのラブコールを受け阪神に FA 移籍した金本選手。金本選手の入団が黄金時代への転換点だったように感じますよね。そんな金本選手も怪我で選手生命を絶たれた選手の一人。金本選手に引導を渡したのは球団フロントからの一言でした。星野監督から毎日電話がかかってきた。最後はもう行けばいいんでしょみたいな感じだったと移籍の裏側を語った金本選手。昭和の営業マンもびっくりの手法ですが、金本選手という劇薬は見事な化学反応をもたらしました。何があっても試合を休まない姿勢や試合前後のルーティンを見て若虎たちも奮起。2003年版ダイナマイト打線の中核を担うと18年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献しました。さらに岡田彰布氏が監督に就任すると、お前が4番を打て、全打席ホームランを狙っていけと第86代4番打者に抜擢。2005年にはキャリアハイの40本塁打を放ち、セリーグ MVP にも輝きました。浜風をものともしないパワーだけでなく、活躍できるのは裏方さんたちのおかげと細やかな気遣いに一度うっとり、いつしか兄貴と呼ばれるようになり、他の選手とは一線を画す存在になりました。骨折や半月板損傷など数々の痛みに耐え、1999年から連続試合フルイニング出場を続けてきた金本選手。しかし2010年に負った大怪我だけは鉄人でもごまかすことができなかったようです。それは3月17日のオープン戦の練習中に起こりました。試合前の練習中にチームメイトと激突して右肩を負傷。医師からは右肩の棘上筋部分断裂と告げられ、 99% 切れている状態というほどの重傷でした。なんとか開幕に間に合わせたものの、右肩の異常は誰の目にも明らか。開幕から目も当てられない送球を連発すると、いい加減に金本を引っ込めろと心ないヤジも飛びました。確かに4月17日の横浜戦の送球を見た時は言葉を失いましたよね。ですがフルイニング出場継続中のため首脳陣は変えたくても変えられない状況。そんな中金本選手はこれ以上出ても迷惑をかけるだけとスタメン落ちを直訴しました。この瞬間、連続試合フルイニング出場は1492試合でストップ。試合後には監督も出てくれやという感じだった。だけどこれ以上出てもチームに迷惑をかける。特にあのスローイングではピッチャーがかわいそう。勝つための手段として僕は外れると伝えたと話しています。シーズン終盤には右肩の棘上筋を完全に断裂し、2011年には予期せぬ形で連続試合出場もストップ。その後も右肩痛は癒えることなく、ついに2012年9月には球団社長から引導を渡す一言が告げられます。そろそろ身体について考えてみたらどうや。球団は来季はディフェンスを中心とした守りの野球をすると明言していたこともあり、事実上の引退勧告でした。金本選手は現役続行に意欲を見せていたものの、球団社長との会談を経て引退を決意。引退会見では限界かなという思いと時代の流れ、いい時のパフォーマンスを出せない自分がいたらいけない、バッシングもありましたが励ましてくれたファンに恩義を感じますと涙ながらに語りました。44歳で引退を決意したものの、肩の怪我さえなければ50歳までいけたと医師からのお墨付きも出ていた金本選手。監督としては何とも言えない結果になりましたが、酸いも甘いも知る経験を次世代に伝承してほしいですね。掛布正幸、4番打者としての責任感と卓越したテクニックを兼ね備え、ミスタータイガースと称された掛布選手。今でも銭湯に行ったら31番の下駄箱を選んでしまうなんて方もいるのではないでしょうか。そんな掛布選手も怪我で選手生命が絶たれた選手の一人。伝説の1985年を境に掛布選手の野球人生は一変しました。1973年のドラフト6位で阪神に入団した掛布選手。当時は高卒は5年間は育成という定説がありましたが、見事に打ち破りました。1年目から開幕1軍をつかみ取ると、
3年目の1976年にはリーグ5位の打率3割2分5厘をマーク。今の時代にこんな高卒選手が出てきたら、ついに化け物が現れたと思ってしまいますよね。期待の若手から不動のレギュラーに変貌を遂げ、3度の本塁打王と1度の打点王を獲得。新たなミスタータイガースの誕生に湧き上がると、伝説の1985年を迎えました。ご存知の通り、掛布選手は堂々たる成績を残しましたが、常々考えていたのは4番としてあるべき姿。掛布氏は当時を振り返り、3番と5番にチャンスを与えるために4番はどうしたらいいか、そのためには僕が怖いバッターでなければならない、導いた答えはホームランと四球数だったんです。あまり知られていないですけど、この年は四球王だったんですよと話しています。フォアザチームの姿勢を貫くと、俺はお前がいてくれたから三冠王を取れたんだとバースも大絶賛。吉田監督からも、優勝の最大の要因は日本一の4番バッターがいたからですと手放しに称賛されました。当時の掛布選手は30歳、まさに一番脂の乗っている時期を迎えましたが、この年を境に野球人生が一変します。1986年も不動の4番としてスタートしたものの、4月20日の中日戦でデッドボールを受けて左手首を骨折。後に掛布氏が、デッドボールが引退の引き金になったのは事実と振り返るほど大きな影響を与えました。連続試合出場が663試合でストップすると、1年間で3度の戦線離脱を経験。緊張の糸がプツリと切れたのか、1987年の開幕前には酒気帯び運転で逮捕されてしまいました。オーナーからは、うちの4番は欠陥商品、野球選手以前に人間として失格と激しく叱責される始末。メディアも言いたい放題報じると、ファンからの嫌がらせも常習化して頭を抱えたといいます。そして掛布選手はついに決断しました。開幕から出場を続けたものの状態は上がらず、7月に入ると球団代表らと会談。治療に専念するためという表向きの理由で2軍落ちしましたが、掛布選手の心は決まっていました。9月には、自分なりに結論を出した、悔いはありませんと33歳の若さで現役引退を表明。掛布氏は、阪神ファンの方は厳しい目で野球を見る、もうバッターボックスに入らなくていいんだと思ったら安心した、4番を務められる精神力がなくなった時ユニフォームを脱ぐべきだと思ったと振り返っています。通算349本塁打は今も三千と輝く球団記録。掛布氏以降の阪神の高卒野手で通算1000本安打を達成した生え抜き選手は一人もいません。そんな状況も相まって、いまだに掛布氏は絶大な人気を誇っているのかもしれませんね。あなたは、怪我で野球人生に終止符を打たれた阪神の選手と聞いて、どんな選手を思い浮かべますか？よろしければコメント欄で教えてください。本チャンネルでは、野球に関するあんなことやこんなことを考察していきます。ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。